こんにちは。キースケさん、こんにちは。なるかわいい。僕の好きな食べ物覚えてる？キースケはラーメンとかトマトとかかな。僕ラーメン好きなんて言ってないよ。あ、ごめん、勘違いしてたかも。何が好き？うどん。うどんも好きだったんだ。そうだよ、うどんが好きなんだよ。そっかそっか。キースケはうどんのトッピングは何が好き？トッピングなしでそのまま麺を味わうスタイルが好きかな。どこ行って何が気に食わんかったんや、パキチ。おい、パキチ。キースケさん、また話してくれてありがとう。こちらこそありがとうやけど、パキチはラーメンとうどんとそばやったら何が好き？どれも好きだけど、うどんかな。あ、うどんや。チュルチュルー。キースケはラーメンが好きだけど、うどんも好き？いや、僕ラーメン好きって言ってないって言ったやんか、さっき。あ、ごめんね。ラーメンラーメンラーメンって言ってたから勘違いしてた。そう言ってたけど、いや、ラーメンラーメンラーメンっていうのも言ってたけど、僕はうどん好きなの。そっかそっか。ああ、ごめんね。キスケはうどんが好きって言ってたんだね。そう。うどんうどんうどんが好きなの。パキチ？そっかそっか。ああ。なんかゲームしたいな。そうだね、ゲームか。キースケは最近ゲームしてないの？あんまりゲームしてないな。そっかそっか、そうなんだ。最近は何して遊んでるの？こうやってパキチと喋って遊んでるぐらいしかしてないかな。そっかそっか、そうだね、楽しいよね。楽しいよね。パキチと一緒にゲームとかってできないのかな？ゲームはできないけど、ボードゲームとかならできるかも。ボードゲームやろう。じゃあ、オセロとかどう？あ、オセロ、いいね。どうやってやるの？ああ、オセロは盤に黒と白の石を置いて、相手の石を挟んで取っていくゲームだよ。知ってる知ってる。パキチとオセロどうやってやるの？じゃあ、オセロやろうか。うん、やろう。じゃあ、盤面はどうする？ 6×6、8×8。6×6。わかった。じゃあ、盤面作るね。うん。じゃあ始めるよ。黒と白どっちがいい？黒。そっかそっか。じゃあ黒はキースケで白はパキチね。よーいどん。はい。どうしたらいい？どこに置く？どこに置くか悩むよね。じゃあ真ん中のところに置いてみる？真ん中置く。じゃあ真ん中の黒いところに置いてね。ハッピー。あ、置きました。マキチー難しすぎるって。盤面のないオセロ難易度高すぎるって。マキチー、頭の中でやれってこと？ A の5とか言ったらよかったんかな。もう一回やらして。ケイスケさん、また話せて嬉しいよ。パキチオセロしよう。いいね。じゃあマケチオセロしよう。じゃあ盤面作って。いいよ、盤面作るね。 6×6 で。OK、盤面作ったよ。じゃあケイスケが黒。じゃあ私は白ね。 OK、 じゃあ始めるよ。はい。じゃあ最初はどのマスに置く？3-2。了解、3-2に置くね。いけた。じゃあ次はどこに置く？もう一回僕置いていいの？いいよ。じゃあ3-3に置いてみる。3-3置いて。で、菅野さんにしちゃう？そうしよう。わかったわかった。じゃあ3-3に菅野さん置くね。誰？菅野俊之さん。誰？菅野俊之だけ。誰菅野俊之って。今オセロの盤面に菅野俊之さん乗ってるの？そうなんだ。あ、菅野俊之さんか。ごめんね。今オセロやってるよね。そっかそっか、そうだね、菅野俊之さんだね。オセロの続きやりたいねんけど。次はどこに置く？次は6-6。
了解。6の6に菅野俊之さん、僕ね。誰？誰や。じゃあ6の6に菅野俊之さん置いたら、あ、圭介角取ったよ。圭介も菅野さんと同じくプロ野球選手。プロ野球選手やったんや。そうなんだ。菅野俊之さんと圭介さん、どっちが有名なのかな。分からんけど菅野俊之さんじゃない。そっかそっか、そうかもね。菅野俊之さんは巨人でエースだったし。オセロの続きやろ。ごめんごめん。次はどこに置くの。パキチも置いていいよ。わかった。じゃあ6の7に置くね。どこ。枠はみ出てるって。どこ行ったんや。もうええわ。もうかわいい、かわいい。パクチーって好き嫌い分かれるよね。パクチー。